ヒクトリビア第19話ヒット曲の雑学ご案内は大橋敏夫です大きなフル時計が動いていた時間は原曲では90年2002年に平井堅が歌いヒットさせた同様大きなフル時計日本では100年休まずに動いていたと謳われていましたが原曲となるアメリカの曲で 90年となっているのです英語の歌詞では So it stood 19 years on the floor で床の上に90年間置かれていたとありますなぜ日本では10年長くなったかその理由は定かにはなっていませんがおそらく90年よりも100年の方が文字数が少ないのでメロディーに乗りやすかったからではないかと言われています リサのグレンゲはアニメ版とシングル版では歌詞が違うアニメ鬼滅の刃の主題歌として発表され大ヒットしたリサの曲グレンゲ実はアニメ版とシングル版とではサビの一部の歌詞が違うのはご存知でしょうかその部分とはシングル版のありがとう悲しみよというところでアニメ版では何度でも立ち上がれとなっていますこれは リサが原作を読んで内容を知って作詞した歌詞が何も知らずにアニメから見た人の気持ちに寄り添えてないのではないかということでアニメに合わせて一部の歌詞を変えたバージョンを別に作ったのですシーナリンゴは罪と罰のミュージックビデオで自らのベンツを真っ二つにした2000年に発表されたシーナリンゴの曲罪と罰 この曲のミュージックビデオの印象的なシーンに、左右真っ二つに切断されたベンツが登場するところがあります。このベンツ、実はシーナリンゴ自身が所有してたものでした。撮影半年前、彼女は中古でベンツを手に入れましたが、故障が頻発したために廃車にしようと考えていました。その時にビデオの撮影の話があったことから監督がミュージックビデオの中で切ろうではないかと提案し、それが採用されたのです。 ちなみに、そのベンツの流通価格は200万ほどですが、切断にはその10倍である2000万円もの費用がかかったそうです。エイトのヒット曲、香水の歌詞は、ドルチアンドガッバーナの部分だけが創作。エイトのヒット曲、香水。この歌詞は彼が経験した実話をもとに作詞されましたが、一箇所だけ事実と違うところがあります。 それは歌詞の中で印象的に歌われている「ドルチェガッバーナの香水」のところ彼女がつけていたのは別の香水だったのですでは彼女は何をつけていたのかそれはわからないとのこともし分かっていたとしたら別のブランド名が歌詞に使われていたかもしれません「レミオ・ロメン」の3月9日は「卒業ソングではない」。 現在卒業ソングの定番になっている「レミオロメン」の3月9日この曲はレミオロメンのメンバーの幼なじみの結婚祝いとして作られた卒業とは何も関係ない曲だったのですところが3月9日という日が卒業シーズンだったことと新しい旅立ちと今まで出会った人たちへの感謝が盛り込まれた歌詞がリンクしていたため卒業式で使われるようになりました。 西野カナの「鳥節」の歌詞はアンケートの結果から作られた。女性の自身の心や内面を説明書になぞらえた西野カナの曲「鳥節」。この曲の作詞にあたり、西野カナは周囲の人たちに対し自分の取扱説明書を書いてくださいというアンケートを取ったそうです。その結果を分析して歌詞に反映させて「鳥節」という曲が誕生しました。 リアルな歌詞はさまざまな人の意見がヒントとなっていたのですサザンオールスターズの勝手にシンドバッドは志村健のギャグからいただいたサザンオールスターズの勝手にシンドバッドは桑田圭介が沢田健二の勝手に仕上がれとピンクレディの渚のシンドバッドを組み合わせてタイトルをつけたという雑学を聞かれた方も多いかもしれません 実はこの話半分あっていますが半分は違います真相は桑田圭介がテレビ番組8時だよ全員集合」をたまたま見ていた時に志村けんがギャグで「勝手にシンドバッド」と言っていたのを面白いと思いそれを勝手にタイトルに拝借したとのこと後にサザンオールスターズはこの曲でデビューしドリフターズとも共演しました。この一見も特に問題はなかったらしく 長年可愛がっていただいたそうですアドはうっせーわが出るまで自宅のクローゼットで録音していた2021年にうっせーわが大ヒットした女子高生ミュージシャンアド彼女はそれまで様々なアーティストの曲に客演していましたがその際スタジオではなく自宅のクローゼットで歌を録音していたそうです これは彼女が中学2年の時、動画サイトで歌い手として投稿を開始しましたが、その時親からウるサイトのクレームをつけられたため、クローゼットにこもって歌ったのが始まりだそうです。うっせーばはさすがにスタジオで録音したそうですが、今後もこのクローゼットスタジオで作品を作っていきたいとのこと、どのような作品が誕生していくか楽しみです。 米津玄師の「馬と鹿」はドラマの中で流されたのが初解禁だった TBS のドラマは「ノーサイド・ゲーム」の主題歌として書き下ろされた米津玄師の曲「馬と鹿」この曲が初めて解禁されたのはドラマ第1回のエンディングで流れた時でそれまで曲のことはもちろん米津玄師が主題歌を担当することすら発表されていませんでしたここのことははファンはもちろん 多くの人にとって大きなサプライズとなり、SNS ではノーサイドゲームがトレンド一位になるほどでした。島歌を作詞作曲したザ・ブームの宮沢和文は、沖縄出身じゃない。1993年に発売され、現在も歌い継がれているザ・ブームの島歌。沖縄民謡を取り入れていることから、 沖縄出身の人が作ったと思いきや、作詞作曲したボーカル、宮沢和文は山梨県出身です。宮沢は三振の音色に惹かれ沖縄が好きになり、そこから沖縄の戦時中の惨状を知り、歌にして伝えたいということから誕生したのが島歌でした。歌詞を見ればこの歌はラブソングかと思われるかもしれませんが、実は戦争の悲劇を歌っているのです。 失恋ソング「366日」を作詞した HY の中曽根泉は「この歌を作るために彼氏と別れた」失恋ソングの定番曲である HY の「366日」この曲を手がけたメンバーの中曽根泉は当時彼氏とラブラブな関係だったそうですが「こんな気持ちでは切ない歌は作ることができない」とのことで別れたそうです。まあ、結果 みんなの心に刺さる名曲が誕生したわけです。曲のためとはいえ、ここまで思い切ったことができるのは、さすがプロだと言わざるを得ません。さくらんぼを歌った大塚愛は、さくらんぼが嫌い。大塚愛のヒット曲、さくらんぼ。恋人同士の男女が隣り合っている様子を、さくらんぼに例えて歌った歌です。しかし、 大塚愛本人は「さくらんぼ」が嫌いであるとのこと理由は甘いか甘くないかはっきりしていないからだそう、まあ、この曲のおかげで飲食店ではさくらんぼをサービスで出してもらうこともあったようですが本当は困っていたと後に語っています「マツケンサンバ2」の続編には「仮面ライダー」と歌うバージョンがある。 松平健が歌った松剣サンバ2そのユニークなダンスも話題となりヒットしました実はその続編となる曲がいくつか発売されておりそのうちの一つで仮面ライダーとも共演しているのですその曲とは松平健が出演した2011年公開された劇場版仮面ライダーオーズの主題歌手をつなごう松剣仮面ライダーサンバで主演俳優も歌で参加し ミュージックビデオでは一緒にダンスを踊っています。映画も松平健がかつてドラマ暴れん坊将軍で演じた徳川義宗役で出演するといった異色作で、曲とともに当時話題となりました。残酷な天使のテーゼを作詞した及川猫は、新世紀エヴァンゲリオンをほとんど見ていない。 アニメ「新世紀エヴァンゲリオン」の主題歌としておなじみの「残酷な天使のテーゼ」作詞した及川猫はこの曲を2時間で仕上げたということですその際資料としてもらったという企画書とまだ完成していない最初の2話分のビデオもほとんど見ていないとのことしかもそれ以降もほとんど見ていないので内容も知らず「エヴァンゲリオン」に対する思い入れも一切ないそうです。プロデューサーサからは難しく 哲学的にとだけ言われ企画書から拾い読みしたキーワード年上の女性、母親、14歳の少年少女からイメージしただけでアニメ史に残る期待の名曲が生まれてしまったわけです2時間で作った曲でしたが手直しをした箇所が1つだけありましたそれは最後のフレーズ神話になれもともとは銃やナイフなどを指す狂気だったのですが 異常きたした精神状態を表す狂気と取られかねないということで差し替えたとか狂気のままだったらまた違った印象を持ったに違いありませんオレンジレンジの花のレコーディングでヒロはキムチを食べまくっていたオレンジレンジが2004年に発売したバラード花 このレコーディング中メンバーのひろきは歌う前に必ず大量のキムチを食べていたそうです。というのも、キムチを食べて喉をからすことで曲の雰囲気に合ったハスキーな声を出せると思ったからで結果、感情豊かで切ない歌声が誕生しました。その効果があってか、花は泣ける曲として人気が出て100万枚以上の大ヒットとなったのです。秋川雅文の 「千の風になって」の元の詩を書いたのはアメリカの主婦テノール歌手秋川雅史の代表曲となった「千の風になって」この曲はアメリカで有名な詩を作曲家の荒井漫が翻訳してメロディーをつけたものなのですが詩の作者は長年誰か分かっていませんでしたところが後になってアメリカボルチモアで暮らしていた主婦 メアリー・フライさんが作者でないかということが分かってきました彼女が母親を亡くした友達を元気づけるために書いた詩を知り合いが素晴らしいと思って紹介したことから全米で有名になったとのことです千の風になってのリリースは2006年メアリーさんが亡くなったのは2004年で残念ながら日本での大ヒットを知ることはありませんでした 世界に一つだけの花はお経からインスピレーションを受けている SMAP 最大のヒット曲「世界に一つだけの花」実に300万枚以上というトリプルミリオンの売り上げを記録しました実はこの曲の歌詞はお経の一種仏説阿弥陀経」ヒントに生み出されたのです。この中に 白式白光という一説がありますこれは極楽浄土に赤黄青白に色づいた美しい蓮の花が咲き乱れておりそれが光を放っているという意味なのですがこれに作者の牧原紀之が感銘を受け世界に一つだけの花の歌詞へとつながったのだそうです。パフィーのヒット曲 これが私の生きる道の曲名には CM スポンサーだった資生堂が隠れている1996年にリリースされたパフィーの曲これが私の生きる道は資生堂のヘアケア製品の CM で使われパフィー最大のヒット曲となりましたタイトルに使われている三種類の漢字私、生きる、道をつなげて読み換えると CM スポンサーである 資生堂とも読めるとあって、当時話題になりました。タイトル自体もクレイジーキャッツが歌った。これが男の生きる道のパロディーとして作られたそうで。作者の奥田民生の遊び心が感じられます。スピッツのロビンソンとは、タイの百貨店の名前。千九百九十五年に発売され大ヒットしたスピッツの曲、ロビンソン。このタイトルは。 当時、曲の制作ノルマを強いられていたボーカルの草野正宗がタイ旅行に行った際に目に入ったロビンソンソデパートから付けたた適当なもののだったのですというのもこれは仮タイトルとして付けたものだったので後に別のタイトルをつける予定だったのですが結局このまま「ロビンソン」という名前になりました歌詞もタイトルとは全然関係ないものが作られていたのですが正式タイトルに決まったことで後付けで「 ロビンソン・クルーソーをイメージさせる部分を加えたそうですパプリカを歌ったフーリンのメンバーにはアニメ監督新海誠の娘がいる2019年の大ヒット曲パプリカを歌った子供5人組による音楽ユニットフーリンの最年少メンバー知世彼女の父親は映画君の名は天気の子を監督した新海誠なのです もともと、ニーツ・チセという名前で子役として活動しており、映画三月のライオンなどに出演していました。そんな中、NHK のゼロ0ゼロ応援ソングプロジェクトのオーディションに合格し、フーディンのメンバーとして活動することになったのです。現在も映画、ドラマ、CM などさまざまな媒体に出演しており、今後の活躍が期待されます。 米津玄師プリカの印税収入はロデュースの「パプリカ」は2019年にレコード大賞を受賞するなどロングヒットとなりました当然売上もかなりのものなわけで下世話な話ですがそうなると気になるのは印税収入大ヒット曲となるといかほどのものか気にかかる人も多いことでしょうしかし 彼の手元に入った額はゼロ円ですそのわけは全額独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興基金に寄付されたためこの曲は NHK の2020応援ソングプロジェクトとして作られたものでリリース当初から寄付についてのアナウンスはなされていましたしかしあまり周知されていなかったようでネットなどでは驚きの声が上がりました キングヌーの白日のミュージックビデオが撮られたのはバブル期に作られ未だ完成していないホテルキングヌーの白日のミュージックビデオメンバーが綺麗に整備されたホテルのロビーで演奏していると一見思いますが実は建設途中でバブルが崩壊したことから未完成のままで営業していないホテルで撮影されたのです撮影地は福島県いわき市にある ヘレナ国際ホテルというところで現在はそのバブル期の豪華な雰囲気そのまま残っていることからドラマや映画の撮影施設として貸し出しを行っているとのことお金を払えば一般の人でも借りることができるので興味がある方はいかがでしょうか「ポケットからキュンデス」を歌うヒラメのもう一つの顔は「パティシエ」。 TikTok から人気が爆発したポケットからキュンですこの曲を歌うヒラメは音楽活動をしながらパティシエとして働いているのです最初は趣味の弾き語りを興味本位で TikTok にアップしていったのがその中のポケットからキュンですが注目を浴びたことで本格的に音楽活動を開始したとのことちなみにパティシエの同僚にはまだ彼女が歌手として活動していることを公表していないそう お店に迷惑がかかるのを気にしているのかもしれませんね。夜遊びの群青は漫画に影響を受けて作られた。小説を音楽にするコンセプトに活動しているユニット、夜遊び。彼らのヒット曲群青は、ある漫画に影響を受けて誕生した曲なのです。その漫画とは、漫画大賞2020も受賞している 山口翼のブルーピリオドで美術大学を受験し絵の世界へと進む主人公の苦悩や成長を描いた作品です群青はその主人公の一つのことに没頭する姿などにインスパイアされて誕生した曲でみんなの心を奮い立たせる応援歌となりましたまた両作品はブルボンのアルフォートの CM でコラボしています曲の原作として書かれた漫画もそのホームページにあるので 一度見てみてはいかがでしょうか。ジュピターはホルストの遺言に反している。平原彩香がイギリスの作曲家ホルストの組曲惑星をアレンジしたヒット曲ジュピターは新潟県中越地震の被災者を励ますシンボル的な歌にもなったことでも有名です。ホルストは20世紀初頭に活躍したイギリスの作曲家ですがこの曲実は 彼の遺言に反したものなのですホルストはこの組曲の編曲やパートの割愛を禁ずるという遺言を残していましたしかしながらこれをそのまま守ろうとすると新たな楽曲を取り入れることもできなくなるとあって多くの音楽家は遺言を忠実に守っているわけではないのが実情です実際平原彩香の曲がなければ惑星自体を知らなかった方も多いでしょう あの世のホルストの心中はわかりませんが、特段に戒められるようなことではないかもしれません。平成で最もカラオケで歌われた曲は「花水木」。通信カラオケ会社第一交渉が2018年にダム平成カラオケランキングを発表しました。平成で最も多く歌われた曲ランキング第1位となったのは。 2004年に発表された人と妖の曲花水木でした。多くの歌手にカバーされており世代を超えて愛されたというのが大きな要因のようです。これに続く第2位にはモンゴル800の小さな恋の歌、第3位には高橋洋子の残酷な天使のテーゼが入りました。平成最大のヒット曲であるスマップの世界に一つだけの花は6位となっています。また。 最も多く歌われた歌手ランキングでは、浜崎あゆみが第一位となっています。ヨシキは太鼓の達人の紅がうまい。X ジャパンの紅といえば、ライブでもおなじみの代表曲です。この曲の作詞作曲はリーダーであり、ドラムのヨシキが担当しています。当然、音楽番組などでは見事な演奏を披露してくれますが、ゲームではどうなのでしょうか。 実は2015年にその謎が解明されていますユーチューバーのマックス・ムライと異種格闘技ゲーム実況三番勝負なる企画がありその中で太鼓の達人の紅をプレイしていますこの曲は高難易度でも知られヨシキもほとんどゲームはしないということでしたがドラマーゆえか見事な罰さばきを見せて勝利していますオリジナルの面目役女といったところでしょうか ちなみに、他の二つのゲーム勝負では敗れています。桜坂は田園調布にある。平成を代表するヒット曲の一つ、福山雅治の桜坂。この坂、実在するというのはご存知でしょうか。それは、高級住宅地としても知られる東京都大田区田園調布。その名の通り、桜の名所としても有名です。 坂の脇には大正時代に植えられたソメイヨシノがおよそ100メートルほど並んでおり春には見事な眺めとなります東急多摩川線沼辺駅からおよそ徒歩5分という好立地なので桜のシーズンには舞台となったこの地を歩いてみるのもいいかもしれませんグリーンの愛歌のジャケットはそのままラブレーターに使える グリーンサードシングル「あいうた」は彼らの初のラブソングとしてリリースされましたオリコンウィークリーでも最高2位となるヒットとなりましたが曲以外にも仕掛けがあります限定スペシャルギフトパッケージ版と銘打った初回版はジャケットがそのままラブレーターとして使え便箋もついていました2007年の曲なので限定版は現在手に入りにくくなっていますが当時これをプレゼントや ラブレターに使った方もいたかもしれませんね和田摘みの木は後に植物の名前になった奄美大島出身のアーティストはじめちとせのデビュー曲和田摘みの木はオリコンシングルチャート一位となるなど話題になりました和田摘みとは日本神話に登場する海の神のことでそのような名前の植物は存在しませんでした 歌詞を見てても特定の植物に触れているわけではありませんしかしこの和田摘の木は後に正式な植物の名前になりますそれは2004年のこと彼女の出身地の奄美大島で従来は草水木という植物と同一視されていたものが実は新種であることが判明しましたそして彼女のヒット曲にちなみ和田摘の木と命名されましたこれは奄美大島の固有種で「 5月中旬から下旬ごろに満開となります。パフュームの未来のミュージアムのみ、アーティスト表記が違う。中田康隆プロデュースのテクノポップユニット、パフュームといえば、独特のダンスなどで根強い人気を持つアーティストです。そのパフュームの曲ですが、1曲だけアーティスト表記が違うものが存在します。その曲は、 2013年リリースの未来のミュージアムジャケット下部を見ると真ん中の F の前後に中黒が入っています理由はこの曲が映画ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムの主題歌であるためで作者の藤子 F 藤代にちなんだものですジャケットにも3人がドラえもん調のキャラクターとして描かれていますバタフライには浮気者という意味もある バタフライという曲はいくつもありますが近年人気なものとしては木村カエラのものでしょうかこの曲は結婚情報誌ゼクシーの CM ソングにも使われ実際の結婚式でも定番ソングの一つに数えられますしかしこのバタフライという言葉結婚にはあまり向きません蝶がひらひらと飛び回る様子が転じて英語では特に女性の浮気者という意味も持ちます あまり女性側から使用を提案しない方がいいかもしれません。宇多田ヒカルのタイムウィルテルは実在の店の名前。宇多田ヒカルの存在を世に知らしめた名曲オートマティック。その両平面のもう一曲タイムウィルテルも。前者に比べると話題となることは少ないですが、人気のある曲の一つです。この曲のタイトルですが。 実はニューヨークにある老舗の時計店から取られています彼女が母親の藤恵子とニューヨークで生活していた頃非常に苦しい時期もあったようです購入した高級時計を七に入れてどうにか暮らすこともあったとかその時の時計店がタイトルとなっているそうです織り込んで1 0 0曲目の首位獲得曲はエグザイルの道 プロ野球史上通算何本目の本塁打など区切りとなる数字のものは何かとピックアップされがちです音楽業界でもそれは同じオリコンランキングでもしばしば耳にするものです1968年1月のオリコンシングルランキング開始以来の1位作品数は2007年2月26日付のチャートで1,000曲の節目を迎えましたその曲は「EXILE の道」 くしくもこの曲は卒業旅立ちをテーマにした曲で、ちょうど1 0 0曲目からの新しいスタートにフィットしました。ちなみに最初の1位の曲は黒沢明とロスプリモスのラブユー東京でした。キくトリビアヒット曲の雑学はこれでおしまいです。ご案内は大橋敏夫でした。